時の声が全くしなくなり、どうしたのかと思って外を見たら、若い鷹が家のすぐ前の木に止まっていました。カナダ南部からメキシコにかけて生息しているクーパーズホーク、日本語ではクーパーハイタカです。くつろいでいます。体長は約40センチ、羽を広げると80センチくらいになる鳥です。外に出て少し近くまで行ってみましたが、逃げてしまいました。主食は小鳥たちなのですが、以前庭でリスを捕獲しているのを目撃しています。たくさんの小鳥たちが来てくれる庭なので、とてもいい狩り場なんだと思います。でもなるべく来ないでくださいね。